はい、おはようございます。サラサワです。画面上なんか喋ってますけど、音が全然取れてなくて、今回はナレーションでいきたいと思います。はい、冬のスタッドレスタイヤを夏タイヤに交換しようというような話を現在しております。はい、風が強かったんでね、変な音がしてて。で、こちらですね、ちょっと大きめのタイヤですね。これタイヤがですね、マッドバンス06っていう、種類で 16J の16インチの 6J のインセットマイナス5っていうものですね。ちょっと深めなホイールにしてみました。タイヤは東洋のオープンカントリー、215-7016 です。結構ジムニーのタイヤサイズとしては細めのタイヤですね。はい、これが一番当たらないサイズだっていうのはどっかに書いてあったんで、フェンダーとか切らなくて、フェンダーじゃないバンパーね、切らなくてもなんとかなる、エブリーみたいにバッツリ切らないと入らないサイズではないと思うので、今回これにしてみました。はい、あとまだ何喋ってたんだか全然覚えてません。かなりね、ごついタイヤで、見栄えも良くなるし、外見も若干大きめなんで、はい、履いたらかっこよくなると思います。はい、形はこんなもの。はい、オープンカントリーの 21570R16 です。裏側こんな感じ、綺麗ですね。まだなんで一緒にですね、レイズの、ホイールナットも買ってみました。ロックナットって言って盗難防止用のがついてる、17なんだっけな、なんとかっていうやつですね。鈴木用のを売っております。これ全部確かで7000円いくらですね。はい、それでノーマルの、車高を測ってみたいと思います。フロントがですね、78センチのようですね。今、ちょっと場所が悪くて、ちょっと前平らなとこでないんで、ちょっと、そこは失敗したなと思ってるんですけど、とりあえず78センチ、はい、緩めていきます。はい、これはね、富士コーポレーションでスタッドレスを履き替えたんですが、割と思ったよりしっかりね、閉まってましたね。はい、ガレージジャッキで上げて、初めての車のタイヤ交換するとこの中の構造、見るの楽しいですね。はい、タイヤ丸全はい、こちら全然でもう持ってる感じがでかいですね。でこのシールをどっかに貼りたいんですが、どこに貼るんだったっけかな、貼ったんだか忘れちゃった。でこれそれで、ね、思ったよりね、このホイール重たいんですよ。ノーマルがまあ15インチで軽かったんだけど、これはね、ホイールタイヤ、まあ、ごつくなってもしょうがないんですけど、重たくて。でこれが専用のソケットがついてて、これロックナット用、盗難防止用のロックナット用のレンチもついてますね。でこのこれフロントなんで、ちょっとタイヤを下ろして、はい、それでタイヤが回らないようにして今フロントの締めております。これ大体確か 10.5 トルクレンチ使って 10.5 で締めたと思いました。これ左側は却下ですね。はい、いきなり後ろに行きました。で、ね、この時忘れてたのが、後ろの車高をノーマル状態に取ってなくて、81.8、 あまり当てになりませんけど、はい、フロントが上がっちゃってるのにこれを測ってもあんまり意味がないんですが、はい、なので後ろは少し飛ばし気味に編集してあるような気がします。はい、タイヤ丸全ですね、これはね。で私この、ロックナット用のこのソケットをこうやってつけたまんま2回なくしたことありますね。はい、前の古い車の時にこれなくすと大変なんですよ。ナットが緩まなくなっちゃうんで、専用のソケットなんでね、つけたまま走っちゃうんです、忘れて。
道路まで見つけに行って1回は見つかりましたけど、2回目は無理でしたね。はい、それでフロントですね、あの変えた時点で、79.5 でしたね。約 1.5 センチ、アップ、まあ、そんなもんでしょう。直径で3センチは変わってない気がしたんで、まあ今ちょっと前側下がってるんで、でリア側がですね 81.8 だったのが 83.5 ですね。 83.5、 これ一度あの車を前後させてちょっとあのサスペンションをなじませた感じなんだけど、はい、およそ両方がやっぱり 1.5 ぐらい、はい、それでこれ、あ、ここから音があるんだ、はい、音にします。バックを車に入れてない。あ、ハンドル重たい感じがする。かなりタイヤが重たくなったね。ノーマルホイールはあんなに軽いと思わなくて。あ、これ空気圧いくつなんだろう。ちょっとあれを持ってきます。空気入れ。とりあえず送られてきたままの空気圧で今走ってますが、うん、うん、やっぱりタイヤノイズは増えたな。ザーって感じの方が、増えた気がするな。舌が重いせいか。あ、やっぱりタイヤ硬いな。途中でちょっと空気圧を下げたいな。今 3.2 キロから 3.5 キロ入ってました。なので 2.5 まで落としてみました。 ETC カードが挿入されました。有効期限は2024年5月。果たしてどうなるか。お、柔らか。ほら、さっきの硬さはなくなりましたね。なんだっけ、エブリーはやっぱり同じオープンカントリーってタイヤなんですけど、あれは2キロぐらい、まあタイヤが細いせいもあるんだけど、これは果たしてどのぐらいが適正なのか。街中乗る方がアスファルトの上の方が確実に多いので、それになんかベストなのが見つかればいいんですが、皆さん何キロで乗ってます？ジム2のりさん、特に、2157016入ってる方、あんまりいないんじゃないかな。みんな2257516とかだ。もっとでかいやつ。あ、でも悪くないな、これ。うん。タイヤノイズも減った気がする。よし、じゃあちょっと。タイヤ周り、ホイール周り見てみたいと思います、はい、先ほどの、空気圧を調整する機械、自動で空気入ります。あのこの先ちょつないで入れると、抜くときはここを押して、でこれで先ほど抜きました。で今走ってきたんで、今一度タイヤの空気も抜いたんで車高を見たいと思います。最初が78だったのが
増えたの、うちいる時より。10.5、2.5 センチ増えた。リアは。リアは82ですね。前が落ちてたんだな。はい、82。なんかリアはほとんど変わってないですね。なんでだ82だよな。空気抜きすぎた。そんなことないよね。調整したんだ。シエラここに純正だと、ホイールキャップ、センターキャップがあるんですけど、このホイールにはあの鈴木純正のセンターキャップが入りはするんですけど固定されなくて、はい、結局なしになりました。こうすると多分ここがサビがよく目立つようになると思います。こうやって見たらなんかホイールフロントはみ出してんじゃねえみたいな感じに見えたんで、ちょっとやってみます。そうね、まあトレッドは出てないけれど、若干フェンダーより数ミリ出てるかな。まあ場所によっては後ろは、あ、後ろは楽勝、後ろは楽勝ですね。フロントは左側は、まあ、測り方だな。あれ、面といえば面。反対。お、割とこの車、左右が揃ってる。ほぼ左右一緒だ。はい、ボリュームは出ましたね。あとは将来的な車高をどうするか。まあこれでも十分高いんでね。こんなもんでいいような気もするし。まあ、しばらくこれで乗りますか。よっぽど不具合というか、あのやりたい気分が出たらその時初めて、まあ1日もあげれば十分かなとは思いますが。あ、タイヤが当たるか当たらないか見てないじゃないか。問題はここですよね。